無敗の4連勝で首位も、次節から連敗街道との声。こんな卑怯なサッカーで勝ったところで長続きしないだろ。本当にこんなアンチフットボールで喜んでていいのか ?4 連勝だって相手が買いばかりで弱いだけだし、次の広島戦から連敗街道だろ。黒田アンチだが次の広島に勝ったら本物だと認めるよ。現時点ではまぐれで運だけで勝ってるように見える。広島に J1 の壁を見せつけられるだろう。あと花津とかに高給料で引き抜かれまくるのが怖いな。黒だからやっぱ金で動くだろうし。もう言い訳できない人気くらいしかいじるとこなくなってしまったな。観客数なんか伸びしろとしか思えない。勝ち続けることが一番大事。町田ゼルビアのサッカー派芸術点が低い。入場者数から察するに、町田サポーターがこの事実を一番理解してるんでは。